第5回ワールドベースボールクラシック WBC の B 組1次ラウンドの第2戦である韓国代表戦が東京ドームで行われました。日本代表侍ジャパンは13対4で勝利を収め、見事に2連勝を飾りました。この試合中には日本代表と韓国代表が一触即発の事態になりかけた場面がありました。6回のノーアウト1・3塁というチャンスの場面で、侍ジャパンのヌートバー選手が背中にデッドボールを受けるとバットを放り投げ、マウンド上の韓国代表の5番手左腕であるキム・ユンシク投手を睨みつけて怒りをあらわにしたのです。ヌートバー選手へのデッドボールには場内からもブーイングが起こりました。ヌートバー選手は試合後のヒーローインタビューで、最高の気分です。日本代表メンバーの一員となれて本当に光栄に思いますし、勝ててよかったです。あのデッドボールはちょうど凝っていたところにぶつかってちょっとほぐれたのでちょうどよかったよと話し、冗談で返して笑いを誘っていました。このヌートバー選手の闘志みなぎる頼もしい姿と粋なコメントに、私たち日本のファンは拍手喝采をしていますが、韓国の受け止め方は全く違ったようです。かつてドジャースやヤンキースなどで投手として活躍し、韓国人初のメジャーリーガーとなり、現在は韓国の放送局である KBS で解説を務めるパク・チャンホさんは、あんな風にしちゃダメだ、韓国の投手がわざとぶつけたわけでもないのにあんな風に睨むべきじゃないし、メジャーリーグにまで行った選手があんな姿を見せてはいけないと発言。ヌートバー選手の行為をバッサリと批判したのです。しかし事態はヌートバー選手へのデッドボールだけでは終わりませんでした。ヌートバー選手がデッドボールを受けた次の7回、ワンアウト2・3塁という場面で打席に入った大谷選手に対して、韓国の投手が投げたボールが大谷選手の膝元付近に行ってしまいます。これには一瞬だけですが、大谷選手も相手投手を睨むような仕草を見せました。大谷選手へのあわやデッドボールという一球に、東京ドームは大ブーイングに包まれました。5回に大谷選手が申告敬遠で歩かされた際もブーイングが沸き起こりましたが、その時以上のまるで地鳴りのようなブーイング、大谷選手の打席では8点もの大差がついている状況での内角への一球だっただけに、ファンも不満を募らせた形となりました。こういったこともありましたが、結果は侍ジャパンの大差勝ち。ヌートバー選手がヒーローインタビューで、何よりファンの皆さんの歓声からエネルギーをもらって後押ししてもらいました。清水コーチのポジショニングの指示が素晴らしいので、ほぼ清水コーチのおかげと言っても過言ではありません。投手も全員頑張ってくれているので、自分の近くに来る打球は全て取ってやろう、投手を助けてあげようという思いでやっています。日本中でペッパーミルのパフォーマンスが広まっているみたいで、チームメイトもファンの皆さんも受け入れてくれてすごく嬉しいです。一体感のあるセレブレーションになっているので、続けていきたいですね。日本大好きみんなありがとうと、最後は拳を突き上げながら日本語で絶叫し、東京ドームの大観衆から大きな声援が沸き起こっていました。この試合の侍ジャパンの先発はダルビッシュ有投手、1回と2回を難なく三者凡退に打ち取ります。これに対して韓国代表の先発であるキム・ガンヒョン投手も侍ジャパンの打線を0点に抑え込む好投。前日の中国戦で打者として2安打2打点、投手としても4回無失点の大活躍を見せた大谷翔平選手は、3番指名打者で先発出場しましたが、第1打席は三振に倒れました。そして試合は3回に予想外の展開を迎えます。0対0で迎えた3回、ダルビッシュ投手は韓国代表のカン・ベクホ選手に左中間へのツーベースヒットを許すと、続くヤン・ウィジ選手にはレフトスタンドへの特大のツーランホームランを浴び、侍ジャパンが2点を先制されてしまいます。さらに三塁手の村上選手のエラーで出してしまったランナーが、韓国の3番のイ・ジョンク選手のライト前へのタイムリーヒットで生還し、この回に侍ジャパンが
よもやの3点を奪われました。しかし侍ジャパンはその裏すぐさま反撃開始。キム・ガンヒョン投手に対し源田選手と中村選手がフォアボールで出塁すると、1番のヌートバー選手がセンター前へタイムリーヒット。なおもノーアウト1・3塁で近藤選手がセンターオーバーのタイムリーツーベースヒットを放ち、中村選手が生還して1点差に。ノーアウト2・3塁となって迎えるバッターは3番の大谷選手。しかしここで韓国ベンチは申告敬遠を選択。東京ドームがブーイングに包まれます。4番の村上選手が倒れた後、5番の吉田選手がセンターへ2点タイムリーヒットを打ち、侍ジャパンが4対3と逆転に成功。さらに5回には近藤選手に今大会1号のソロホームランが飛び出し、5対3とリードを広げると、続く大谷選手が1塁線を破るツーベースヒットで出塁。村上選手は内野ゴロで倒れますが、5番の吉田選手がライトへの犠牲フライで大谷選手がホームに生還し、6対3とリードを広げました。6回にソロホームランで1点を返された侍ジャパンでしたが、またもその裏に反撃開始。源田選手の怪我で途中出場していた中野選手がスリーベースヒットを打つと、押し出しで1点を追加。ノーアウト満塁から大谷選手が初球のフォークをライト前へ打ち返し、8点目を挙げます。さらに不調にあえいでいる村上選手の犠牲フライで9対4とし、リードを5点に広げました。その後も吉田選手と岡本選手が連続でタイムリーヒットを打ち、11対4と韓国を突き放します。侍ジャパンは7回の裏にも先頭の中野選手がレフト前ヒットで出塁すると、ヌートバー選手のライト前ヒットでチャンスが拡大。ワンアウト2・3塁のチャンスとなり、続く近藤選手がフォアボールを選ぶと、次の大谷選手の打席の時にワイルドピッチで12対4に。ワンアウト満塁の場面で4番の村上選手は三振に倒れますが、続く吉田選手がフォアボールを選んで押し出しとなり、13対4と大量リードとなりました。 WBC の規定では1次ラウンドでの5回以降の15点差、7回以降の10点差はコールドゲームになるとされています。7回以降に侍ジャパンがもう1点取っていればコールドゲームになっていましたが、その後のチャンスでは得点できず、結局試合はこのまま13対4で日本代表侍ジャパンの勝利となりました。この日先発したダルビッシュ投手は試合後、 WBC のマウンドというより日本で投げることが十何年ぶりなので、そこを特別に感じて投げていました。日本は僕の生まれ育った場所ですので最後かもしれないと思って投げていました。今年初めての試合だったんですけど、球速はそこそこ出ていましたし、最初の試合にしては良かったかなと思います。調整の難しさというか、初めての実戦と位置づけていたので、自分としても今年もいけるんじゃないかなと思いました。3回はスライダーを甘く入ったところを打たれたので、そこは良くなかったと思います。自分はまとめて3点を取られてしまったので嫌な雰囲気だったとは思います。でもすぐ次の回に一気に4点を取ってくれたので、本当に頼もしく思いました。事前の宮崎合宿から合流を認めてくれたチームに感謝しています。僕が所属するパドレスは難しい決断をしてくれました。侍ジャパンでの1秒1秒が宝物、日本に帰ってきて本当に良かったと思いますと話し、今日の試合を冷静に分析しながらも充実の表情を浮かべていました。ヌートバーは完全に日本の人たちに受け入れられたみたいだね。ヌートバーがぶつけられた場面は怒って当然だ。彼は自分がぶつけられたこともそうだけど、他の日本の選手にも内角の高めを狙い続けていることに対し、味方の打者にデッドボールスレスレの威嚇投球をしていることに気づいたから怒ったんだよ。メジャーでは背中にデッドボールを当てると声死球とみなされることもある。メジャーだったら乱闘になっていた可能性もある。それをヌートバーはぐっとこらえて睨んだだけで文句の一つも言わなかった。
韓国人のメジャーリーガーがヌートバーの行為を批判しているらしいけど、完全に間違った批判だよ。海外の反応ではこのような声が聞かれました。3点を先制された時は少しヒヤッともしましたが、終わってみれば9点差の圧勝劇。この調子で3度目の WBC 制覇に向けて、侍ジャパンには頑張っていってもらいたいですね。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。